ゆむです。よろしくお願いいたします。はい、2022年になりました。ご挨拶のほど遅くなりましたけれども、昨年はですね、ゆむそして美濃ゆか子をたくさん応援していただいてて本当にありがとうございました。そしてですね、このチャンネルナンバー 3BH チャンネルをたくさんの方々にいっぱい、ご覧になって、もらえてですね、すごく嬉しかったです。本当にありがとうございました。そして今年もぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、ブログの方でですね、ゆむちゃん毎年漢字一文字を、綴ってるわけなんですけれども、今年2022年は歩むと表示にしました。このコロナ禍で思うように活動ができなかったり行動できなかったり、いろんな思いがあると思うんですけれども、一歩ずつゆっくりでいいので前へ進めたらいいなという願いを込めて歩むという字にしました。そしてですね、今回の動画は、朗読をさせていただくんですけれども、この歩むという字に重ねたわけではないんですが、まあ、少し、ちょっと気持ちはあるんですけれども、そういう作品を選ばせていただきました。なのでぜひ、ご覧になってください。それではください。どうぞ。祝婚歌、吉野ひろし。二人がむつまじくいるためには愚かでいる方がいい、立派すぎない方がいい。立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい。完璧を目指さない方がいい。完璧なんて不自然なことだと嘘吹いている方がいい。二人のうちどちらかがふざけている方がいい、ずっこけている方がいい。互いに非難することがあっても非難できる資格が自分にあったかどうか、後で疑わしくなる方がいい。正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。立派でありたいとか正しくありたいとかいう無理な緊張には色目を使わず、ゆったり豊かに光を浴びている方がいい。健康で風に吹かれながら生きていることの懐かしさにふと胸が熱くなる、そんな日があってもいい。そしてなぜ胸が熱くなるのか、黙っていても二人にはわかるのであってほしい。はい、いかがだったでしょうか。第7弾目となります朗読は、吉野ひろしさんで祝婚歌という作品です。吉野ひろしさんの作品はですね、ゆむちゃんが朗読をするシリーズ第1弾目で7子2という作品を読ませていただいてるんですけれども、今回2回目となりますが、皆様いかがだったでしょうか。私ですね、祝婚歌のこの作品の中で無理な緊張には色目を使わず、ゆったり豊かに光を浴びている方がいいという言葉があるんですけど、この言葉がすごく大好きで、心に響いてくるんですね。なので、今回この作品を選ばせていただきました。そしてですね、毎回、
ゆむちゃんが一枚絵を描かせていただいてるんですけども、今回はですね、少しでも気持ちがハッピーにというか穏やかになれるようにという願いを込めて、いつもよりちょっとこう、イメージが明るい感じの絵を描かせていただきました。その辺もご覧になっていただけると嬉しいです。そして、また次回、どんな動画がね、このチャンネルでアップされるのか、皆様楽しみにしていただけたらすごく嬉しいです。そして、チャンネル登録がまだの方がいらっしゃったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、いいね評価をたくさんお待ちしています。コメントの方もたくさんお待ちしています。どうぞよろしくお願いいたします。この度も本当にありがとうございました。ゆむでした。ゼロマスリー。